それでは翔くん、さあ中学3年生ですね。今日は久しぶりにですね、復習問題でありますが、2年生の時の証明、しかも直角三角形の証明でよく出るパターンね。まあこれは出るでしょうっていう、あるいは1回や2回は解いたことあるだろうっていうパターンの問題を確認します。直角三角形の合同条件、直角三角形の合同条件は斜辺と一つの鋭角がそれぞれ等しい、斜辺と他の一辺がそれぞれ等しい、この二つでありました。もう一度ね、斜辺と一つの鋭角がそれぞれ等しい、斜辺と他の一辺がそれぞれ等しいでありましたね。さあ見てみましょう。さあ問題はこんな流れになっています。三角形 ABC、 ここの赤がはまった三角形なんですね。 ABC は AB イコール AC で直角ですよという、直角二等辺三角形です。でその頂点の B と C からこの直線 L に向かって垂線を下ろしています。ここ90度垂線を下ろしています。ここ90度、三角形が見るからに1、2、3個見える図形でありますね。でこの時に三角形 ADB、 こちらの三角形です、 ADB、 それから三角形 CEA、 これが合同であることを、まあもう直角してますから直角三角形じゃねというような問題でありますね。はい。で90度来てます。ですので、まずは斜辺がイコールで、これ仮定でイコールになってますよね。そして90度来てるから直角三角形ですよね。あとは一つの鋭角か他の一辺かというんですが、他の一辺に関わるものは何にも出てませんね。つまりこの辺の長さとこの辺の長さの関係、そしてこの辺の長さとこの辺の長さの関係、全く触れていません。ですので角しかないでしょう。角を見ていきます。どんな流れでいくかというと、こんなパターンですね。このピンクの角と、それからこのブルーの角ですね。ここの平角、180度の角 DAE ですね。180度の一直線の角を見ると、真ん中に90度がいるわけですよ。で、両サイドにピンクと青がいるんだね。だから、ピンクと青を足すと、何度だい？ね、180度からもう90が引かれてるから、残りは90度ですよね。はい、ピンクと青を足すと90度ですよ、です。そして今度はこちら側の三角形見てください。三角形 DAB、 これでピンクと青を足したら何度になりますか。直角三角形ですから、一つの角が90度、他の角を足したら90度ですよね。つまりピンクと青を足したら90度、こういうことなんです。こちらでもピンクと青を足して90度。こちらでもピンクと青を足して90度。となると、この青2つはイコールだよ。同じ角度だよね。だって、これとこれ足して90度で、これとこれ足して90度って言ったら、残った子はこれね。こいつらは等しいに決まってるじゃないですか。そんな流れでちょびっと書いてみますよ。こういう流れでございます。すると、まずは三角形ね。普通の合同ですから、合同条件、ここの交互から始めるので、三角形 ADB と三角形 CEA に置いてですね。置いて。まず仮定より、まず90度いっちゃいましょうか。角、ね、あの90度です。ADB 行こうかな。ADB ときましたら角 CEA ですね。こいつが、あ、90度ですよ、イコール90度ですよ、イコール90度ですよ、これ1番であります。ADB CEA イコール90度ね、まず90度の角言いました。直角ですよ、直角三角形の合同だよ、こういうね。それからもう一つは AB と、ね、AC が等しいよ。AB と CA ですね。ここの流れでいくとね。AB と CA ですね。AB イコール CA 等しいですよ。2番です。そして今さっきの話をします。まずはここだけを考えてください。この角の DAE に置いてですよね。
各 DAB イコール、あ、いや、足してるね。これと各 CAE を足すと90度ですがねと3番で言ってみてください。そして今度はこちらの角で、ここですね、三角形の内角の方から、三角形の内角の方から、やはり角 DAB と、今度は角、ABD だな、CAE、CAE と来たから ABD ですね。ABD、これも足しても90度じゃねと言ってみます。となるとここがイコール、ここがイコールですから、これがイコールしかないね、さっき言ったですね、34より角 ADBD と角 CAE は等しいよ、5番で持ってきます。 ADABD ですね、あの青とそれから CAE ですね、こちらの青が等しいよと言ってしまう。これ一つの鋭角だったんですね。そうすると1番と2番と5、直角三角形において斜辺とそれから一つの鋭角より直角三角形において直角三角形において斜辺と一つの鋭角が鋭角がそれぞれ等しいので、それぞれ等しいので、等しいので、三角形 ADB、合同三角形 CEA と、まあ、こんな流れで合同の証明をやってまいりました。ではね、ちょっとおまけがついているので、ちょっと見てみましょう。DE が7ルート2センチになってたら、この全体の四角形ですね、7ルート2センチになってたら、もう全体の四角形の面積はどうなりますかっていうんですが、まあ、まず基本を押さえておくのは、台形だということ。この全体の四角形ですね。90、90ですからね。台形だということ。それからもう一つはですね、何かというと、今合同を証明したから、間違いなくこの合同だっていうことを何か使うんだよっていうこと。この2点をまず考えます。台形でそれから合同だっていうことだから、対応する辺は等しいわけだよね。対応する角も等しいけど、今度面積だから辺が生きてくるはずだよね、角ではなくてね。だから、ここの辺とここの辺が等しいんだよね。そしてこの辺とこの辺が長さが等しいんだよね。ですんでこの辺を A としてみましょうか。なのでここも A ですね。ここを B とすれば、なのでここも B と、こうなるわけですね。さあ台形の面積で A がもしかして頂点、 B がもしかして下底、あれなんか式立つんじゃねえかということで立ててみます。まあまあちょっとひらめきっぽいもんですけどね。と台形の頂点足す下底かける高さかける2分の1で、これ台形が面積が出せる。で、上底が今 A、下底が B。高さは一体どこか、ここですよね。で、E が高さだから、高さがこいつが、おお、高さが A プラス B じゃね、あ、あれ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 かける2分の1じゃね。でさ、今 DE、もう DE7 ルート2って言ってますから、ほらもう7ルート2、まあ、ここ7ルート2とも言っちゃってもいいですけどね。A プラス B が7ルート2なんですよ。ねえ、7ルート2なんです。だから置き換えましょう。7ルート2かける7ルート2かける2分の1。わーお出ちゃいました答え。7、7で7、49。ルート2、ルート2で2。そして2分の1。だから49平方センチメートルと。どうでしょう。まあ、ちょっとしたひらめきあるけど、まあ、基本形この問題は実際によく出るパターンが、これ足すこれはこれ足すこれだよっていうのを出すパターンがあるんですね。受合同の証明の後にね。だからそれを使うということは、その長さが7ルートにって決めてもらったら、うん、面積も出るんじゃないか。まあ、そんな流れでありました。
まあ今日はちょっとね、長ったらしい照明。でも久しぶりだね、照明問題ね。ぜひ、2年生もこれからね、照明やってきますのでよろしくね。では、3年生。次がですね、テストなんですよ。ね。今もう中間がまだ残ってる人は大変なんですが、まあ、ぜひ、いい点取って、伸びる、伸びる、伸びる、ドーンと言ってみたいと思います。17日日曜日は、ご父兄様の、高校進学説明会、これを3回にわたって4時、6時、8時の3回にわたってやらせてもらいます。特別に YouTube でも流す場面がありますが、一つよろしくお願いいたします。では